タオビー武蔵境、こちらをご紹介していきます。それではぜひ行ってみましょう。中入りの人が誰も入れなくなっておりますので、 IC キーで入っていただきます。どうぞ。で、入っていただくと、こちら最初に管理人室がありますので、りょうこさんが出迎えてくれます。こんにちは。こちらりょうこさんが住み込みでおりますので、シェアハウスですが、安心してお住まいいただけるようになっております。では早速入ってみましょう。こちらがエントランスとなっております。こちらでホワイトボードで皆さんが交流してたりだとか、あとはこちらにポストもありますので、郵便物はこちらで管理しております。宅急便等は業務さんが受け取ってくれますので、ご安心していただければと思います。でこちら靴を脱いでいただく形となっておりまして、こちらがシューズボックスとなっております。女の子はいろんな靴があるかと思いますので、こちらとても広く準備しております。なのでロングブーツ等も入れていただけるかと思います。そしてこちらですね、自炊タイプの物件となっておりまして、とても広いキッチンをご準備させていただいております。どうぞ。こちらですね、IH のタイプとなっておりまして、こちらは3口のタイプと、あとこちらでお魚等も焼いていただけるようになっております。でこちらも IH ですね。とこちらですね、オーブン機能付きの電子レンジだったりとか、今女の子に人気のブルーノというシリーズの、トースターもご準備しております。こちらはいつでも自由に使っていただいて大丈夫です。でこちらがですね、カウンターキッチンとなっておりますので、こちらに座ってですね、ご飯を作ってくれるのを、お友達が作ってくれるのを待ったりとか会話したりですね。あとはこちらの物件は一人用の炊飯器ももともと備え付けであったりしますので、こちらで一人用の、ほんとちっちゃいんですが、簡単にご飯を炊いていただくこともできるようになっております。あとはこちら、大きな発泡イメージした大きな机となっておりますので、こちらで自由にご飯を召し上がっていただくこともできるようになっております。あとはテレビだとか自販機もありますので、ゆっくりくつろいでいただける空間となっております。それでは次にですね、ラウンジに行ってみましょう。はい、こちらラウンジにやってまいりました。こちらはですね、スリッパを脱いで上がっていただく場所となっております。見ていただいて分かる通り、もうゆっくりくつろげる空間となっております。この後紹介するんですが、隣にシャワーブースがあって、お風呂上がりにゆっくりくつろげるようなスペースを目的としております。こちらも見ていただいて分かる通り、もうふわふわのクッションもあったりします。あとはですね、音楽も聴けてマッサージもできるマッサージチェアも置いてあったりするので、お風呂上がりにこちらでゆっくりくつろいでいただくこともできるようになっています。あとは中にはこのクッションに座りながら、ここ Wi-Fi も通ってますので、オンライン授業をここで特等席でやっている学生さんもたくさんいらっしゃいます。はい、それでは次にシャワーブースをご案内いたします。こちらの物件は大浴場はなくて、それぞれの個室のシャワーブースとユニットバス、ユニットではないですね、バスタブをご準備しております。こちら見ていただきます。こちらこのようにですね、ちゃんとすべて個室になっているシャワーブースとなっております。なのでここで脱いでいただいてシャワーを浴びていただくという場所になっております。それではバスタブの方に行ってみましょう。はい、こちら個室のバスタブにやってきました。先ほどはプライベートのシャワーだったんですが、こちらもですね、個室のバスタブとなっております。見ていただいて分かるとととても広い、私に言ったら結構広めの
空間となっております。こちらも自由に自分でお湯をためて入っていただくことができるようになっております。かなり広々とお使いいただけるかと思いますので、普段はシャワーでたまに湯船使いたいなっていうあの時はこちらをぜひお使いいただければと思います。それでは次に B ラウンジに行ってみましょう。はい、こちら B ラウンジにやってまいりました。B というのはビューティーの略になっておりまして、こちらパナソニックビューティーさんと共同開発させていただいた美容のお部屋となっております。パナソニックビューティーさんと共同開発させていただきましたので、隣がシャワーブースになっているんですが、出ていただいた後にですね、パナソニックビューティーさんの家電が無料で使い放題となっております。こちらはよく見るあのナノケアのドライヤーだったりだとか、あとはナノイーのクルクルしながら乾かせるドライヤーだったり、あとはですね、こちらでストレートのアイロンとか、髪の毛をくるくる巻けるアイロンも自由に使っていただけるので、女の子同士で好きなようにあの女子力をアップすることができるようになっております。はい、ではこちらの説明は以上になります。それでは最後の共有スペース、スタディールームに行ってみましょう。はい、こちらスタディールームにやってまいりました。こちらなかなか教室で集中できなかったりだとか、あとはテスト期間とか集中して勉強したい方向けに勉強できる個室のお部屋をご準備しております。なので一生懸命勉強していただいて、学業も専念していただければと思います。はい、次最後に教室に行ってみましょう。はい、こちらが皆さんの教室になります。このように家具家電が備え付けとなっております。こちらのコンセント付きの、ベッドと、あとは冷蔵庫、2ドアの冷蔵庫ですね。こちらも準備しております。で、あとはエレキと Wi-Fi も完備されておりますので、来た日からすぐ使えるようになっております。こちらの椅子なども備え付けになっております。あとはこちらのカーテンだとかエアコン、あとはオープンクローゼットタイプとなっておりますので、ここで吊り下げていただいたり、人によってはここで自分でカーテンをつけてもらうこともできるようになっております。で、もう一つですね、ピンクのこちらはですね、緑の壁紙になっているんですが、反対側の塔はピンクの壁紙となっております。こんな感じです。はい、でこちら見ていただいて分かる通り、トイレやですね、洗面所っていうのは共有タイプとなっております。こちらお部屋を出ていただいて、各フロアに準備しております。こちらが洗面所になっていて、お手洗いがウォシュレット付きのタイプとなっております。こういった洗面所やトイレっていうのはですね、全て共有となっておりまして、こちらは掃除当番とは一切ないのでご安心いただければと思います。はい、それではこちらでですね、シェアハウス導入差し支えのご説明を終了いたします。ありがとうございました。